シャレードは、かつてダイハツ工業が生産、販売していた、全輪駆動、および、それをベースとした四輪駆動のコンパクトカーである。ダイハツが、トヨタ自動車との提携後初となる、自社設計の小型乗用車で、初の全輪駆動車である。初代はそのパッケージングと実用性、環境性能の高さから大ヒット作となった。また、搭載されるエンジンが 1000cc だったことから、 同クラスの車種を示す、リッターカーという言葉が生まれるきっかけともなった。ダイハツコンソルテの後継モデルとして1977年11月に発表される。全民のコンソルテは、実質的には1969年に登場した、トヨタパブリカの OEM 車であり、モデルチェンジされることもなく、陳腐化が目立っていた。当時欧州各国では、駆動方式を FF に改めた小型車が、 出揃い始めており、日本の各社でもそれに追従する流れが起こっていた。そのような中、初代車レードは、5ヘイベーカーというキャッチコピーで、従来の日本における大衆車とは異なる、世界観を持って世に出ることとなった。CM キャラクターは、セーラ・ローエル。フロントに横置き搭載された3気筒の CB 型1.0リットルエンジンと、やや背の高い2ボックスの車体の組み合わせは小ぶりながら、 優れたパッケージングで広い室内空間と合理的な駆動レイアウトで新たな小型車の方向性を打ち出した。当時類例のなかった4ストローク直列3気筒エンジンは自動車黎明期の20世紀初頭に若干の採用例はあったもののその振動特性の不利な点から振動を度外視できる農業機械向け及び産業用向けディーゼルエンジン等を除けば 一般に長く滑れていたタイプのエンジン形式である。ダイハツでは1.0リットル級のコンパクトなエンジンに適切な気筒配置を検討した結果、定石の直列4気筒より短く仕上がり、シリンダー1気筒あたりの容量もガソリンエンジンとして特に条件の良い 300cc 級となる4ストローク3気筒が最適との結論に至った。直列3気筒独特の偶力。 振動抑制対策については、クランクシャフトと平行配置で駆動されるバランサーシャフトを付加することでクリアしている。長らく忘れられていた4ストローク直列3気筒は、この大発による再発見でリバイバルした。横置きエンジンの前輪駆動車に搭載しやすいその特性から、1980年代以降は、直列に気筒にとって変わる形で、日本の軽自動車を皮切りに、 1.0リットル以下のクラスのベーシックカー用エンジンとして日曜で広く用いられるようになった。もっともその過程では鈴木での採用以降、コストダウンと駆動損失低減の目的で振動増大を許容したバランサーシャフト省略が常動化し、後年にはダイハツも追随するようになる。図らずも起こった第二次オイルショックによる省エネブームも追い風となり、 軽自動車と大差のない車両価格と、その価値量の動力、燃費性能を伴っていたことから、車レードの先見性は市場にも支持される結果となった。このモデルは大発始まって、以来の大きな成功を収め、モーターファン史主催の1978年カーオブザ・イヤーを受賞した。1980年のマイナーチェンジでは、ヘッドランプが丸型二頭から角型二頭に変更され、 装備の充実やエンジン出力の向上も図られた。1981年10月の第24回、東京モーターショーで参考出品者として、サンドアクーペザットを元とした、シャレードデトマソターボが展示された。当時ダイハツとエンジン供給契約を結んだ、デトマソによりチューンされ、デトマソエンブレム付きオリジナルフロントグリル、ボンネット状のエアスクープ、空力的、ドアミラー。 リアビューはリアスポイラーに加え FRP とウレタン製の追加エアロで丸型ピラー窓が潰されエンジンのカムカバーは赤の結晶塗装内装は赤と黒をベースのサイド部分の本革シート4本スポーク側巻きステアリングオリジナルシフトノブと大きく印象を変えていた当時メディア向けの試乗会も実施され評判は上々であったにもかかわらず 結局量産には至らなかった。もっともダイハツ側も、この特別仕様を諦めたわけではなく、二代目、シャレードデトマソターボ、四代目、シャレードデトマソで市販にこぎつけている。当時の日本車は、海外メーカーと提携した特別仕様車を多数、発売していたが、世代にまたがって、同一ブランドの特別仕様車が発売された例は、極めて稀である。 1983年1月発売、初代の設計思想を発展させ、より全高を高めて、室内空間の年出が可能なパッケージングとなった。乗用車用量産エンジンとしては、その当時での世界最小排気量を実現したディーゼルエンジンを搭載したモデルや、ネコ科のターボのキャッチフレーズで発売されたターボモデル、また同じターボエンジンながら、 イタリアのデトマソが監修したシャレードでトマソターボ、さらには1.0リットルクラス唯一のディーゼルターボも用意された。CL 型ディーゼルエンジンは、在来からの3気筒ガソリンエンジンをベースに開発されたものであったが、空力振動に加えて、独特のディーゼルノックが避けられず、バランサーシャフトがあってもなお振動、騒音は大きかった。しかし、すごいビートだぜ、ロックンディーゼル。 ヒットチャートのナンバーワンに躍り出た。僕らのロックンディーゼルなる当時のディーゼルモデルのキャッチコピーは振動、騒音を逆手に取ったものであるが、その若者風なフレーズとは逆に実車はトルクと経済性に富んだ実用型エンジンであった。ディーゼルターボモデルは出力面で自然吸気、ガソリンエンジンモデルに悲見する 50PS 超の性能を達成、市場で成功した。 このシャレードの軽快な走りを支えた3気筒エンジンは、当時デトマソ参加にあった、イノチェンティミニのエンジンとしても供給された。後に 660cc エンジンとの2本立てで供給される。この縁で、シャレードにデトマソ仕様が生まれたが、それとは別に1983年に、ダイハツ製エンジンを搭載したイノチェンティ車をダイハツが日本に輸入し、販売したことがある。 しかし販売は振るわず、ダイハツによる輸入、販売はごく短い期間で終わっている。また、このモデルにのみンドア版の設定があり、ガソリンとディーゼル両方のエンジンが用意され、このモデルより全車にフロントディスクブレーキが標準で装備された。1984年10月に926ターボというポルシェのレーシングカーを連想させるネーミングのシャレードが発表される。 その正体は、グループ B のホモロゲーションに合致させた、ラリー用、ベース車両であった。1.0リットルのガソリンターボで、サファリラリー、1 0 0ラリーに3大体制で、スポット参戦するも、当時1.4倍であった、ターボ係数により、本来の排気量よりにランクも上の1.3リットル以上マイナス 1.6L 以下クラスの扱いとなったことを受け、1.3リットル以下クラスの、範囲内となる。 百 993cc の排気量を 926cc まで下げ、チューニングを見直し最低生産台数をクリアする200台が生産された。CE 型と呼ばれるエンジンの出力は、工場出荷時で 76PS、5500rpm であった。926とはもちろん排気量を表しているが、前日のポルシェのネーミングに引っ掛けた、車楽でもあった。 デトマソ 926R は、デトマソのシャレッケが生んだもう一つの傑作で、926ターボのパワートレインを DOHC12 バルブ化し、シャレードのミッドに横置き搭載したコンセプトカーである。後輪駆動への変更と、ワイドトレッドとなった足回りは、大型のブリスターフェンダーに包まれ、多くのエアインテーク。1985年の第26回、東京モーターショーに、 美しいイタリアの風景の中を実際に駆け抜ける映像と共に出品されるや市販化とラリーでの活躍を望む声は一気に高まった。メディア向けの市場界でも評判は上々であったにもかかわらず結局は周囲の機体に半紙 926R が生産に移されることはなかった。1987年1月フルモデルチェンジが行われた。 このモデルの開発にあたって、ダイハツは従来の地方に加えて都市部の若年層の取り込みを図るため、これまでのリズメのパッケージングと実用的なスタイルを捨て、一転してラテン風のシャレたスタイリングを採用した。ルーフ後半の下がった、その独特のスタイルは、これまでのコンパクトカーでは類を見ない斬新なものとして一部では評価された。この4年後に登場する初代ルノークリオにも、 共通点を見出せる。初期のキャッチコピーは、さ、ツーサムであるが、これは、市場調査の結果、後部座席の利用率が予想以上に低かったことからに、シーター間隔で使うことを試行し、リアシートは居住性よりも、過失としての使いやすさに重点が置かれて開発された、ためである。ボディは、当初、3ドアと5ドアでのスタートとなり、 先代に設定されていた商用モデルは廃止された。また後に派生者として、リアのオーバーハングを伸ばしトランクを設けた、4ドアのソシアルも追加され、シャルマン以来の久々の4ドアセダンモデルとなった。4ドアセダンについては、ダイハツシャレードソシアルを、参照搭載エンジンは、初代以来の伝統の1.0リットル3、気筒 CB 型のサイチェー6バルブシングルキャブレターと、 サイチェ C6 バルブターボ、DOHC12 バルブインタークーラーターボ、なおよびターボディーゼルでスタートしたが、後に新開発の HC 型1.3リットル4、気筒サイチェ C16 バルブ EFI が追加され、また、同時期にフルタイム 4WD 車も追加された。またこの3台目より、ホイールの PCD が、これまでの 110.0mm から、すべて 100.0mm に変更されている。 当時は、仙台も含め、オーソドックスで、保守的なスタイルが大半を占めていた。リッターカークラスの中で、ドラスティックに変貌したスタイルと、それに伴い逮捕したパッケージングは、賛否両論を呼んだ。しかし仙台よりも大きく重くなったことで、これまでのシャレードの美点をスポイルする結果につながり、特に市場で、大きな支持を得ていた3気筒エンジンには、大きな判理となったことは否めず、 後に追加された1.3リットルモデルが登場してからは、かつてのようなリッターカーとしての色合いは薄れていく。小さく、経済的ながら、室内の広さと活発な走りが、かつての車レードの美点であり、動力性能では1.0リットル DOHC ターボ車及び1.3リットル車は、遜色のないものであったが、肥大化したことでその魅力は薄れていった。時代とともに、大型車、 高級車への関心が高まる中、リッターカーの開拓者として長くクラスをリードしてきた、シャレードのブランド力は加工の一途をたどっていくこととなる。このモデルは北米にも輸出されており、1.0リットル3気筒と1.3リットル、4気筒の2種類、ボディは3ドアと4ドアセダンの2種類で、3ドアは1.0リットルと、マニュアルトランスミッションのみの設定のバジェットカーだった。 1988年から1992年まで販売されていたが、もともと北米での大発の知名度の低さに加え、快適装備も少なかったため販売台数は振るわず、フェローザの予想外の不振も響き、1992年に撤退している。モータースポーツにも積極的に参加しており、特筆すべき活躍としては、1993年の WRC サファリラリーでは、1から4にを独占したセリカ以外の2.0リットルのターボ 4W2 カーを打ち破り、総合5から7位を占めている。1993年1月、4代目シャレードが発売。車体が大型化したため1.0リットルエンジン搭載モデルが廃止され、もはやリッターカーとは呼べなくなった。発売が遅れたもののバブル期に開発が進んでいた。 こともあって、インテリアの質感は高く、装備品とメカニズムは充実していた。1.3リットル自然吸気車では珍しく、電子制御の4速、AT、ESAT を全車に採用。そのためバリエーションが多種多様とはならなかったが、販売価格は高めとなってしまった。車としての出来は、同時期の同クラス車に決して引けを取るものではなく、 車ー度が優れる面も少なくなかったが、歴代モデルやライバル車と比較すると、スタイル的にもキャラクター的にも地味で、存在感が乏しく、全体的に中途半端な印象が否めず、販売も振るわなかった。発売当初は3ドアと5ドアのハッチバック、エンジンも HC 型1.3リットル 91PS のみで、あったが、同年8月に、 h e 型1 5九9 7 p e s の1500とこのエンジンを搭載したフルタイム 4WD 車を追加。同時に1987年のフルモデルチェンジ以来途絶えていたデトマソが HD 型1 6リットルのサイチェシーを搭載して復活した。1994年5月には4度アセダンのソシアルもフルモデルチェンジ。百九十六年八月にはソシアルを ベースとした派生車種として、トールワゴンのパイザーが登場している。ソシアルの派生車種については、ダイハツパイザーを参照1995年11月のマイナーチェンジでフロントフェイスが変更され、若干全長が伸びている。1998年2月に事実上の後継者となるストーリアが登場。その後も継続生産されたものの、 1999年9月に生産終了して在庫分のみの対応となり2000年5月には国内向けが販売終了ストーリアに統合される形で役割を譲った第発社での最後のリアディスクブレーキ搭載車でありソシアルは最後の自主開発によるオリジナルのチバックセダンでもあったハッチバックの事実上の後継者はストーリアとアーフであるがソシアルに 光景はない。またシャレードの上級車種でハッチバックでありながら一見独立したトランクを持つように見えるノッチバックスタイルの5ドアセダンであるアプローズも同時期に廃止され自社開発のノッチバックセダンは国内ラインナップから消滅した。その後、ダイハツが販売しているノッチバックスタイルで独立したトランクを持つセダンは トヨタカムリの OEM であるアルティスのみであるが2009年12月に一旦生産終了し、ダイハツブランドのノッチバックセダンの販売も2010年2月をもって一旦終了した。その後2012年5月10日、およそ2年ぶりにアルティスがハイブリッド専用車としてラインアップに復活したことに伴い、ノッチバックセダンの販売が再開された。 中国や台湾などの海外合弁企業で3代目シャレード G100 系の改良版が2010年代前半頃まで生産されていた。特に中国天津市にある天津技社では G10 系の生産販売権を取得してシアリーの名称で2014年12月まで生産していたが最終モデルは G10 系シャレードとはエクステリアデザインが大きく異なっており サイドドアと5ドアハッチバックのリアに面影を残す程度である。中国では大きく普及し、小型タクシーの別名をナツリと呼ぶほど頻繁に走っている。これが縁となり、大発の親会社のトヨタ自動車は、天津儀車との合弁を足がかりに中国進出を果たした。また、イギリスなどではミラに1.0リットルエンジンを搭載したモデルを、シャレードの名称で販売していた。 ダイハツの欧州販売最終モデルとして、二代目、トヨタヤリスをリバージし、シャレードとして販売された。搭載されるエンジンは1.0リットルの1、KRFE 型のほか、二代目、ヤリス、ビッツに存在しなかった1.33リットルの1、NRFE 型が搭載されていた。英語で、謎解きの意味。ありがとうございます。